それでは、キャリアマップの作成いかがでしたか？まあ、最後の日に本番がありますから、その時までにいろいろ質問があったら私の方に問い合わせてください。それでは、7つの習慣の3つ目、最優先事項を優先するというところに入っていきます。第1の習慣で主体的であるということを学びました。リーダーシップを発揮するということが主体的であるということを学びましたね。そして第2の習慣で終わりを思い描いていくことから始めるということ、葬儀の席であなたが何と言われているのかということを想像しながら、それで自分の好きなことを達成したいことは何なのかということを思い描いていくということです。ここまでは自分の主体的であるというところ、プロアクティブな部分ですね。次はこれからそれをいかに実行するかということですから、いろいろ自分の周りに起きてくることがあると思います。その中で優先順位をしっかり考えていかないと目的は達成できないんだよということを学んでいきたいと思います。ではこのマトリックスを見てください。第一領域から第四領域まで書いてありますね。そして横軸は緊急か緊急でないか、左の方は緊急、それから右の方が緊急でないものとなります。そして縦軸は重要であるものから重要でないものへと書いてあります。それでは第一領域を見ていきましょう。どんな活動があるかというと、危機への対応、差し迫った問題、期限のある仕事、前回の話でもタイタニックが沈んでいくときにレストランの椅子を整頓しろなんていうのは問題外なわけですね。早く逃げなきゃいけないわけですから、そういったもの、お客様へのクレーム、お客様からのクレームですね、そういったものが第一領域に入ってきます。これは最優先しないとあなたの人間関係、あるいは企業であれば損失を生むという問題になりますから、いち早く対応しなければいけないということはわかると思います。続きまして、重要なんだけど緊急ではないという、例えば予防、 PC を高める活動、 PC とはパフォーマンスケイパビリティということです。あなたがやるスキルですね、それを高める活動、それから人間関係作り、新しい機会を見つめること、準備や計画、あるいは心身をリラックスさせることということが入ってきます。で、ここで注目するのは緊急でないということは、もしこれをやらなくても誰もあなたのことを咎めないということなんです。催促を受けることがないという、そういう領域に入ります。続きまして、第三領域、飛び込みの用事、多くの電話、多くのメールや報告書、多くの会議、無意味な接待や付き合い、期限のある催し物というものが第三領域に入ってきまして、多くの人がこの部分の仕事っていうのが非常に多いんですね。で、この第三領域のことで結構多くの時間を費やしているということが言えると思います。そしてここを減らしていかないと、実は第二領域というのは増えていかないんです。もちろんこれから言う緊急でない、重要でないという第四領域というものは自分の選択肢の中からはどんどん削っていかなきゃいけないものであります。どんなものかというと、取るに足らない仕事、雑用、それからちょっとメールが来たからといって対応するとか、あるいは誰かから LINE が来たからそれに対応するとか、あるいは暇つぶしとか、暇つぶしとそれから第二領域の心身をリラックスさせることとは違いますよね。ただだらっと過ごすという意味で違うと思います。それから快楽だけを追求する遊びというのも第四領域に入ってきます。さあ、皆さんの生活の中でどれがどういうふうに入ってきているかということを考えていただきたいというふうに思います。前回の法則中心の生活の話をしました。
その中で、あなたが何を中心に生きているのか、生活をしているのか、ということ。で、多くの人たちは、友達や家族や、あるいはお金というものは出てきたと思います。で、おそらく、一番最初にも話をしましたけど、学生のうちは制約をしていることが少ないので、まだ自由なことが言えると思います。しかし、これから、どんどんいろんな制約が増えてくると、いろんなものを選択しなきゃいけない。そうすると、第四領域はもうやらないということは当たり前なんですけれども、第三領域のものをいかに第二領域に持っていくか。これはドラッカーのセルフマネジメントという中でよく言っています。一日の中で、やらなきゃいけないもの、プラス2時間は自分の時間を高めて、自分の時間を作って、自分のを高める、そういった時間にしなさい。そういうふうによって、そういうふうなことをやることによって、自分の成長というものが出てくるんだよ、というふうに言っています。ですから、2時間、どういうふうなものをやるかということは、他の、いろんな誘惑を、断ってやっていく必要というのがあるんだと思います。それでは、ここで優先順位に関するワークを一つ行います。よろしいでしょうか。皆さんが何か企画をして、で、それをやるときにどんなことを優先するのかということを考えてもらいたいと思います。お題はこちらです。スピーチコンテストを行います。人数は200名。費用は60万プラスアルファを考えています。さあ、これから始めるためにどんなことをやらなきゃいけない。次の1番から9番まで、こんなことがあるんじゃないかなということをみんなで出しました。企画を練る。2番、パンフレットの作成。3番、発表者の募集。4番、資金開発。5番、会場の予約。6番、組織づくり。7番、仲間集め。8番、審査員の募集。9番、商品の購入。さあ、皆さんはこの中でどれを最優先しますか ?2 分ほどで考えてみてください。もちろん、その理由も考えておいてください。では、お願いします。
考えはまとまりましたか？いろいろ考えはあると思うんですけれども、これは私がマインドマップのインストラクターになって、そしてこれから何を始めようかというふうを考えたときに言われたことです。その結果何だったかというと、会場の予約なんです。会場の予約なんて、まだ企画も何もしてないのに、できるわけないじゃないか。と思いますよね。ところが、会場の予約をするということは、どういうことを意味するかというと、行う日を決めるということなんですね。開催する日を決めるということです。そうすると、そこから逆算をして、準備をしていかなきゃいけないんです。ここが肝心です。そんなこと言ったってって思うかもしれないけれども、皆さんはこれをずっと経験してきてるんです。高校の入学の時、どんな勉強してきたか、いつから始めて、志望校はどういうふうに決めて、そしてどんな対策をしてきたか、あるいは大学に入る時にどういうふうな考え方からやってきた。例えば、まずセンター試験の日決まっていますから、そこから逆算して、この日には何を、どういうふうな位置につけといて、で不足するものはどういうふうにして、というふうにやってきたんじゃないでしょうか。要は時間を決める、会場の予約というのは時間を決めることですよね。そして自分の退路を立って、そして実行していくということなんですね。異論はあろうかと思いますが、ぜひこれは、今日のフィードバックのところでいろいろ聞かせてください。よろしくお願いします。